ーファイトライト級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。秀樹対白鳥大樹の一戦です。それではただいまより本日の第6試合、この試合の解説です。スーパーファイト女子格闘技界のパイオニア、グレイシア・アキさん、そしてデンジャラスボーイこと大崎浩樹さん、どうぞ2人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして特別ゲストとして福井セリナさんです。福井さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ライズライト級に新世紀末サイボーグ、ヒーデーキ。傍らには妻のいつかさん、いつもの秀樹の姿でリングに立ってくれれば確実に勝てると、そう話します。180センチ63キログラム、チームてっぺん所属、ライズワールドシリーズ201961キロ級王者、第5代ライズライト級王者、ザ・プリンス白鳥大樹。今までにないほどの悲壮な覚悟で臨みます、白鳥大樹。佐藤雅之、白鳥が現在ライト級1位、そして秀樹がライト級2位、この2人の対決。大崎さん、ここまでこのエルドラド自体がもうほぼ KO ということになってますからね。これも KO 決着になるんじゃないかなって思いますね。グレイシアさん、今回のこのエルドラド KO で10万円のボーナスが1人に出るということですからね。すごいですね、太っ腹。これはもう取りに行かないとですね。そして福井さん、はい、この福井さんと私もちょうどその時、放送に携わっていたんですが、はい、秀樹がこの前の去年の12月ですね、宇佐津に勝ってこの白鳥を指名しましたよね。そうでしたね、はい、まさに隣でこう宣戦布告をされている白鳥さんを見てましたけど、もうなんかみなぎるものがありましたよね。表情が違いましたね、さあその因縁決着、今試合が始まりました。両者ともにサウスポースタイル、身長差は5センチです。白鳥大樹が180センチ、秀樹が175センチです。まずは大崎さん、どんなところが見どころになりますか？そうですね、今秀樹選手が左のローキックを結構多めに蹴ってるんですけど、3年前も左のローキックを多めに蹴っていて、それが徐々に効いていたところ、まあ、負傷判定になってしまったんで、まあ、今回もそういう作戦でいくのかなっていうところと、まあ、白鳥選手が、まあ、それは絶対分かってると思うんで、どういう対処をして自分の攻撃をどうやって当てていくのかっていうところが見どころですね。なるほど、まずは秀樹のこのローキック、そして右も出していきます。ボディ打ち分ける、返していく、このあたりのローキックの探り合い。グレイシアさん、はい、2人のこの3年間の間、さまざまなものがあって、それがこう前に出ているようですね。そうですね、これまでの期間すごいね、お互いに試合も積んで、それからの再戦なんでね、はい、お互いの気持ちがさらに上がってると思うんですけど、やっぱり3年前の試合では、まあ、途中で止まっちゃったと思うんですけど、あの時はやっぱ秀樹さん優勢だったんですかね。そうですね、そうですね、私も見てたんですけど、秀樹選手の方が、まあ、優勢で、このまま行っていたらっていう感じだったので、そこでカットっていうことだったので、やっぱり秀樹さんの悔しさが残るっていう感じですよね。その因縁、そのモヤモヤを決着つけるためにという、そんな大事な一戦になっています。左のロー、秀樹は少し大崎さん、ちょっとスイッチしながらというような感じもありますね。ナイスボディ。やはり白鳥のこのリーチの長さというのは少し際立っています。白鳥選手、ちょっとキレが出ているような感じですね。ああ、そうですか、はい、パンチ蹴りともにということでいいでしょうか。そうですね、コンビネーション、
おハイキック、スピンキックまで行きます。パンチを伸ばす秀樹、ここで第1ラウンド終了です。まずは探り合いというような風に見えたんですが、大崎さんはどのようにご覧になりましたか。そうですね、まだまあローキックの蹴り合いだったり、はい、まあ、まだお互いにどういうペースでいこうかなっていう、まあ、探り合いだったと思いますね。グレイシアさんはこの第1ラウンドどのようにご覧になりましたか。はい、そうですね、白鳥選手の方が若干リーチがやっぱりあるので、そこをうまくちょっと自分の距離に持っていってるのかなっていう流れでは見えてるんですけど、まだ秀樹選手も、うまくローキック、ね、インローとアウトローを散らしながら踏み込むタイミングは狙っていると思うので、2ラウンドもちょっと期待ですね。福井さん、やはり2人とも様々な思いがあってこのリングに登っていますから、まずはじっくりと探り合い、この最終的なところ どこでギアを上げるかというような ね、 分かんないですね。こんなもうどっちなのっていう試合なかなかないと思うんで、はい、ここで決着つけてほしいです ね、 よりこう空気感というのがこの2人がリングに上がってピリリと変わりました。ハイキック、秀樹選手はミドルキック綺麗ですよね、フォームも。破壊力のあるミドルキック、2連打右で出してきました。秀樹インロー、尾崎さん、こういったインローなどは後々効いてくるわけですよね。そうですね、まあ、仕掛けることによってさっきみたいなミドルキックもどんどん入ってくるようになってくると思うので、やっぱミドルキック蹴るとどうしても腕で今受けてしまう選手が多いんですけど、はい、そうするとやっぱ徐々にダメージが蓄積されて、まあ、パンチのパワーも落ちてくると思うんで、はい、秀樹選手は今みたいにどんどん下と上と打ち分けてどんどん蹴っていった方がいいと思いますね。ナイス、おー、左、秀樹も返していきます。秀樹選手の蹴りに白鳥選手がパンチ合わせるような素振りが見えるんですよね、はい、狙ってるのかなってちょっと見えますね。そのあたり冷静にこの間合いを感じながらという白鳥の、お互いローはかなり当たってるのでこれから来ちゃうんじゃないかっていう、真っ赤ですもんね、足のあたりの蓄積がどうか、太もものあたりは両者ともにかなり赤くなっています。少し距離が近くなってきた。ナイス、あ、打ち分け、距離が近いとどっちが優勢ですか。距離が近くてもやっぱり的確に当てれてる方が優勢ですよね。両者ともに技術は素晴らしいものがあります。パンチのハンドスピードは白鳥選手の方がちょっと速いかなっていう印象ですね。この表情を見ますと白鳥の方が幾分か冷静に見られています。圧力をかけるのは白鳥、ラスト30秒、さあ第2ラウンドも30秒切ります。コンビネーション、白鳥が来る、膝、ここで秀樹選手が返したいですね、しっかりね、ナイスショット、ジャブが伸びてきます。あー、どうだ、ラスト10秒、パンチのコンビネーション、白鳥が伸びてきています。つなげたいですね、膝まで行きます。ここで第2ラウンド終了です。確かにコンビネーションまで行けてない感じがありますよね。そうですね、ちょっと、第2ラウンドが終了しました。大崎さん、だいぶ白鳥がしっかりとコンビネーション打ち分けているという印象ありましたか。そうですね、はい、しっかり打ち分けて当てている選手、秀樹選手はちょっと単発になりすぎてるんで一発狙いすぎなのかなっていうのがあるんで、はい、まあ、さっきのローキックから もう少しパンチだったり蹴りからパンチ、パンチから蹴りっていう風にどんどんつなげていった方がいいかなって思いますね。グレイシャーさん、はい、次が第3ラウンドになります。
もちろん両者ともいろいろな作戦を立ててのこの第3ラウンドになりますね、はい、そうですね。多分秀樹選手は中に入りたいであろう、はい、でも白鳥選手もそこで打ち合えれるパンチの技術があるのでそこがどう噛み合うかですね。さあいよいよ3年前のその因縁の決着がつく第3ラウンドです。前蹴りで距離を取るのは白鳥。ナイス、ワンツーからのロー白鳥。ちょっとずつ距離が近くなってきましたね、はい。首相撲などは禁止されていますライズルール。秀樹はなかなかコンビネーションにつなげられない。つなげようとすると白鳥選手のいい前蹴りだったり逆だったりが飛んでくるのでやりづらそうですね。ちょっとあの懐のところに入れないというのが今の秀樹ですね。ワンツーからどうストレート。ストレート。はい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 。はナイス。左に返す秀樹。いいの入りましたね。今のはいい音が響き渡りました。顎のあたりでしょうか。秀樹の左が白鳥の顎のあたりを捉えました。一発は秀樹選手も、ね、確実に強いと思うので、はいはい、両者ともに倒す力はあるというその一発を持っています。組み立てをしっかりとしているのは白鳥。あとはこのローがどのように蓄積しているか。さあ残り1分切った。白鳥選手が最後までしっかりローキックまでつなげているというのがやっぱ印象はいいですね、はい。ナイスボディさあ福井さん、これで残り30秒となりました。もうちょっといけるかいけ。左のストレート伸ばす。さあ両者のその思いが3年越しにこのリンクでどのような決着を見せるのか。注意入りますね。あやはり注意入りますか。秀樹に対して投げに対しての忠告、まだイエローカードですので減点ではありません。残り時間なくなった。秀樹がパンチで返します。白鳥は冷静。最後だ。最後どちらが出すか。ここでゴングです。いやどっちなんですかね。これはこれはどちらになるんでしょうか。大崎幸喜さん。そうですね、あくまでご自身の見方で。僕の印象はやっぱ秀樹、白鳥選手がしっかりローキック、まあ、ミドルキック、パンチまとめている印象がちょっと強かったんで、まあ、判定だった白鳥選手かなっていう印象ですね、まあ、秀樹選手もしっかり返してたんで、まあ、そこはやっぱいいところだったんですけど、まあ、ちょっと硬くなりすぎたのかなっていうところはありますね。手数の部分でどのような採点になるでしょうか。集計結果をお知らせいたします。ジャッジ和田29対29、ドロー。ジャッジ佐藤30対29、赤白鳥。まずは白鳥に1票。ジャッジ豊永30対30ドロー。割れませんでした。延長1ラウンドが設けられています。このスーパーファイトライト級第6試合延長ラウンドに進みます。いやグレイシアさん、はい、
もう一ラウンドで決着をつけろとなんかそう言わんばかりの、まあ、一つはね今白鳥選手取りましたけど、はい、秀樹選手もねちょっとお父さんの意地を見せてもらいたいですね、はいはい、ご家族が隣で見守っています。妻の五日さん、そして太陽くん、心ちゃん。秀樹はお父さんが何をしているか記憶に残る年齢になってきた、その背中を見せたいんだと話をしています。いや、大崎さん、大崎さんがおっしゃったように、はい、まあ、ちょっと一人のジャッジは割れましたが、そうですね、まあ、ほぼイーブンというような状況なんですね。もうここは本当に気持ちの勝負だと思ってるんで、本当にどん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 先に先に手出していった方がいいですね。福井さん、ここで決まりますよ。いや、そうですね、このドローになったのが運命というかサービスですよね、私たちにとっては、ジャブを伸ばすのは白鳥。パンチのスキル違うんだから。先ほどイエローカードは秀樹に出されています。おお、左を伸ばす。大崎さん、あの距離から秀樹がスパーンと伸びてくるわけですね。そうですね、何回か惜しいのも入ってるんで、はい、あれは多分ずっと狙ってるんだろうなと思います。やっぱずっと一発を狙ってる感じなんですね。それに対して白鳥はエクストララウンドもしっかりとワンツーからのコンビネーション、はい、バックハンドブロー、おー、何かを狙っている秀樹か。接近戦の見せ方はちょっとやっぱり白鳥選手の方が分がいい感じがしますね。ここで秀樹選手もここでちょっとこうやっぱり接近で頭がつけすぎちゃう場合があるので、なるほど、この時にもうちょっと手数だったり蹴りまでちょっと出したいですよね。今みたいなそうに屈伸をしていますお互いに。少しこう秀樹が頭を突き合わせるようなそんな時間が多くなっています。あ、ロー、秀樹の体力的なところがどうか。白鳥が前に出る、ナイス、あーボディー。さあ残り1分切りました。この一戦の対決の終止符はどのようにして打たれるのか。はい、一応ね、もうハイキック出てるんで前に行きたいですよね。ここ前に行くのをちょっとね手数で変えてほしいですね。手数としては白鳥の方が上か。秀樹選手もう少しまとめたいですね。あ、ここでしっかりとコンビネーション、白鳥ローまで入れます。両者ともにだいぶ疲れが見えてきたか。秀樹も返す、ミドルは白鳥。さあ残り10秒だ。両者その思いをぶつけます。秀樹の左、すごいですね。いやー、どうですか。難しいですね、これは。ジャッジ任せ。これは難しいですね。これ最後秀樹のパンチも捉えていたようにですね、追い込みは見えましたね、ただまとめていたのは白鳥ですか。そうですね、最後秀樹選手まとめたんですけど、まあ、それまではどっちかって言ったら白鳥選手、手数がすごく多かったように感じましたね。いやー、その思いというのが伝わるようなこのエクストララウンド、意地と意地のぶつかり合い、これをどう判定されるでしょうか。10対9、赤白鳥、ジャッジ佐藤、10対9、赤白鳥、ジャッジ3年前のタイトルマッチ、あの因縁、決着は延長ラウンド3対0の判定勝ち、白鳥大樹がその白星を手にしました。KO 決着ということにはなりませんでしたが、
グレイシャーさん、はい、今ぐーんとうなずいていました。どのようにご覧になりましたか。そうですね、今日白鳥選手はまあキレがあったんだろうなっていう感じもしましたし、はい、秀樹選手もねすごい調子良さそうでしたしね。でもお父さんねかっこよかったですよね。その背中はしっかりと見せてくれました秀樹。大崎さんいかがでしたか。いや本当どっちになってもおかしくないすごい激闘でしたね。何か福井さん本当に思いを感じる最後のエクストララウンド。いやいやそうですね、いやこのお二人ってやっぱお互い意識し合ってるのが楽屋とかでもすごく伝わってきてたので、こちらにもなのでここで決着がついたっていう、まあ、前秀樹さんがかなり優勢だったので悔しいと思うんですけど、やっぱり白鳥さん強かったですね。かっこよかったです。で白鳥はこれライツ久しぶりの勝利となりました、まあ、やはり上の王者レベルの選手たちと戦っていますのでその負けというのはつきものなんですが、2019年などはこの秀樹に勝ってからは大崎さん無双状態続けてましたからね。そうですね、もうライト級って言ったらもう白鳥選手の名前が一番に上がるぐらいずっとトップだったんで、まあまあこれでまた勝ったんでもう一度直樹選手にあの一歩近づいたんかなって思いますね。ライト級1位白鳥が勝ちました。お、そしてこれ K1 の、K1 の選手ですね、和島選手、久村選手、レオナ・ペタス、そして金子選手の姿です。 K1 の選手たちも見守ります。チャンピオンクラスの選手が揃っています。6月19日の東京ドームでの大会、まあ、機運が高まってきたということで何かこのライズのリングも見に来たということなんでしょうかね。すごいですね、手揃いですね。ちょっとなんか手揃いしましたからね。熱気ムンムンじゃないですか。ちょっと気が引き締まりますね。